神経モデルセットについてです。こちらのモデルは金属のパネルに神経細胞の各部を描いたパーツが磁石で取り付けられています。またボードの右側、こちらでは神経細胞の断面が描かれています。では各パネルの詳細ですが、まず一番上、こちらは神経細胞体を描いています。前半分のパーツを取り外して内部を見ることができます。こちらでは各ミトコンドリア、ゴルジ体、小胞体、シナプスなどが確認できます。また右下、こちらでは神経細胞体にシナプスがつながっている様子が描かれています。続いて2番目、こちらでは中枢神経のミエリン症を描いています。ランビエコーリン、オリゴデンドロサイト、オリゴデンドロサイトにより形成されるミエリン症が確認できます。パネルのこちら側ではミエリン症の断面をさらに拡大して描いています。続いて3つ目、こちらは末梢神経のミエリン症を描いています。こちらの、ランビエコーリンが確認できます。またこちらのミエリン症は一つずつ手腕細胞で作られているのが分かります。下部では自由神経終末が確認できます。先ほど同様、パネルの左側ではミエリン症の内部が拡大して描かれています。4つ目のパネル、こちらは運動終盤を描いています。ミエリン症で小さな粒で描かれている小胞ですね、シナプス小胞が確認できます。またこちらの黄色で描かれている部分が終末グリアです。パネルの右側、こちらでは筋繊維、筋細胞の核が確認できます。最後5番目のパネル、こちらはシナプスが描かれています。シナプス症候、こちらが、シナプス全膜に融合しシナプス間隙に神経伝達物質が放出される様子が描かれています。またパネルの右側、こちらでは様々な形状のシナプスが描かれており、グレイ1型、2型、リボン型などが確認できます。